それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、国民民主が補正予算案賛成、泉代表、連合、吉野会長と今後の対応を協議したいが、新葉幹事長の反撃が、こちらわらが話題をお伝えします。それでは、記事を引用してご紹介いたします。以下引用。国民民主党が、24日、ガソリン税のトリガー条項凍結解除を政府与党が検討することを、条件に、今年度補正予算案の採決で賛成した、中略。立ち県の泉代表は会見で、国民民主党の対応について、魂まで売ってしまったらおしまいで、与党に取り込まれてしまったら、ミイラ取りがミイラになると警告し、連合、吉野会長と今後の対応について協議したいと強く牽制した。これに対し、国民民主の新葉幹事長は、会見で、何か言ったら、スネ夫が、俺ジャイアンに言うぞって話なのか。そう聞こえるよね、と反論した。国民的人気漫画、ドラえもんになぞらえ、泉代表をスネ夫に、吉野会長をジャイアンに例えて泉代表を批判した形だ。また泉代表が国民民主が自民党との選挙区調整も考えているのではないかと指摘したことについても泉代表は全く分かっていないと批判。各地からガソリン代をどうにかしてほしいという声が上がっているとして、我々は自民党にすり寄っているのではなく国民に寄り添っていると述べた。さらに立ち県だって連合が賛成してくれたと言った GX 法案などに反対していると、両党の支持団体の連合との連携をめぐり立ち県の対応を当てこすった。引用終了。全文はソースへ。 X 民の反応がこちら。以下引用。国民に寄り添うこの姿勢がある限り、やっぱり国民民主党支持だな。あらら、僕の目にはジャイアン自民党に普通すり寄ってるのは間違いなく本当に見えますけどね。国民民主は与党にこびる準与党、自民が壊滅的打撃を受けてる時に自民を助ける、しかも一点だけ取らぬたぬき、道は小生にこもる。新葉幹事長のおっしゃる通りだよ。この前まで国民民主といえば知名度は玉木代表一強だったけど、最近はもう新葉幹事長との双璧にトップだね。このまま躍進してほしいものです。ブーメランを投げ続ける立憲よりも国民のためになる法案を通すために与党と協力する国民の方がマシだわな。一番バランス取れてる政党なのになんで伸びないんだろう。頑張ってほしい。真剣な会見の中でもドラえもんの例えで記者を笑わせるユーモアもある。何も知らない自分が見てもこの人は面白いなと話を聞こうかなという気持ちにさせてくれる。次の選挙では連合の票は国民民主に全振りしてほしい。私はこのはっきりと物言う姿勢の国民民主党に好感が持てます。ヤートゥーンがこういう姿勢で国政に臨んでくれるのなら支持を集めると思う。引用終了。何か言ったらスネ夫が俺ジャイアンに言うぞって話なのか。そう聞こえるよね。おっしゃる通り、ヤートゥーン第一党から漂ってくる小物感を的確に表現しているなと思いました。ところでとにかく反対のための反対をする立憲さんが政府与党と是々非々で対峙する維新や国民民主党の方針を激しく批判するのは立憲にとってマイナスに作用するんやないかなと思いますけどね。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。